はい、鹿児島大好き人間全員集合、昭和22年生まれと一緒に鹿児島ドライブ、チャンネル登録よろしくお願いしますね。ちなみにね、ここはね、国道3号線です。阿久根の方に向かっているところですね。いやー、初めてです、こっちからこう行くのはね。いや、さっき編集するとき、どこ系やここはと思いながら本当は知ってました。いや、知ってた、見てましたけどね。いや、それにしてもあれですよね、車と行き交いませんよね。あのね、まあもうそうですよ、あの大型車はほとんど高速を利用しますからね。だけどそれにしても少ないですよね。まあそういうことを考えながら見てるんですけども、まあ今日のテーマはですね、3年経って今思うことっていう、まあ大きな括りで話をしましょうかね。3年経ってというのは、おまかせテレビを始めてから3年と3ヶ月、3年と2ヶ月が済んで、今3年と3ヶ月目になるんですけど、皆さんはあの一つのことをずっと続けたことありますか？何でもいいです。ゼロから始めてどうですかね。まああの野球でもいいし、中学校1年で初めて野球をして野球部に入って、それから中学校卒業してっていう感じのですよ。要するにはそれから始めた人が3年経ったっていう時の、まあ、成長の記録っていうんですかね。いや、それは成長期のある子どもたちには当てはまりませんね。っていうのは、中学1年生と中学3年っていうのはもう体力も違ってきますし、それから知識とかね、経験値も違ってくるから、そうですね、もうリタイアされてから、例えばその趣味で何かを始めたとかですよ。あ、そうそう、もう成長期が止まってから、大人になってからゴルフを始めてからの3年間っていうのを思い出してほしいんですけど、例えばあのゴルフのドライバー、あれがまっすぐ飛ぶようになったり、それからいつ打っても同じスイングをすると大体同じ軌道をあれして同じぐらい飛ぶにつくっていうのに行き着くまで、どういうような成長カーブを描いたか、ご自分で覚えている方いらっしゃいますかね。どうですかね。やっていうのはね、私はおまかせテレビを始めた時はこのドライブ動画ですよ。ほとんど喋ることができなかったんです。はい。そして、なんで道路も知らなかった、道も知らなかったしですね。でそういうのをこうリスナーさんのコメントでいろいろ知識を、まあ、地域ね、例えばその阿久根なら阿久根の歴史とか、それから阿久根の、何ですかね、産業とか、そういうのをこうとっとっとこう聞きながら、あ、そうか、阿久根というのはこうだったんだ、ああだったんだっていうのがこう分かってきだしたのはね、ごく最近なんです。ごく最近で、それとその
鹿児島県内の、大体のおぼろげな輪郭っていうの、それは Google マップってあるんですけど、要するに空撮、空から見た、鹿児島、空から見た北撮とかいうあれで見るとですね、今まではこう、今こう、これからの長島の方に向かうんですけど、平地を走ってただけじゃですね、わからないのが、Google で位置を知ることによって、ああ、海は見えないけど、こっからどれぐらい行ったところに、阿久根の漁港かながあって、で、こっからどれくらいのところに阿久根駅があるっていうのがですね、平面的に分かってくるんで、そう分かりだしたのがね、そうです、3年を過ぎた頃からです。だからの成長カーブでいうと、1年目から2年の半分ぐらいまではほとんどね、水平飛行、水平飛行っていうか、地べたからね、ちょっと滑空したぐらい。で、それからスーって皆さんのコメントのおかげとかね、それから自分で地名を覚えようとかするからっていうのがあって、こうスーって右に上がってきたところが今ぐらい。ほんで、自分でこう上がってこう来るっていうことは、自分の頭の中に、Google を見なくて、Google のマップを見なくても、頭の中にね、3D みたいなね、ドローンカットって知ってますか？こう地べたからずーっとカメラが上に行きますよ。ああいうようなね、あれで最近見えてきました。で、リスナーの方なんかから、阿久根に限らず、あっちこっちの、昔はこうでしたよ、鹿児島市内にしてもね、それから南薩にしても、昔はこうでしたよって言うと、それにプラス時間が加わるんで、歴史がね。で、そういうのはごく自然に、いや、知識というか、何て言うかな、教えてもらって、それを自分なりに、噛み砕こうと思って、いろんなのをネットを調べているうちに、少しずつね、分かり始まりましたよ。だから77のですよ。それまではもうほとんどね、自分本位の考えしかなかったですもんね。もうありがたい、本当ありがたいです。それで、今日の話というのは、それとはまた違ったことに気がつくようになりましたがよ。というのはね、ちなみに今日はね、24年の7月の10日なんですけど、これまではね、全く気づかなかったことに気づいたの。というのはですね、季節、あれですよ、春夏秋冬。自分の感覚では、夏休みですね、小学校の夏休みから8月の中ぐらいにかけて真夏だと思ってたんです、暦の中でも。だけどですね、それはもう秋口ですよね、8月の半ばっていうのは。いや、私は今鹿児島市内にいますけど、地方にいらっしゃる方で、近くの山に行くとですよ、もう栗はもう伊賀をガチッとつけてますよね。ですよ、もうだから、植物なんかにとってはもう秋なんです。
でも自分たち私の場合は、夏真っ盛りイクオール、季節の春夏秋冬の一番その何ですかね、中心が夏休みになったもんだから一番日が長いのがね今ぐらいかと思ってます。8月に入ってから。でもねちょっと話がこう遠回りになったけど、急速に一日の、日の入りが早くなってますね。いや去年まではねドライブの中で言ってたのは8月の31日と9月の1日を比べた時に、暦で言うとあれですよ、カレンダーを1枚めくるあれなんですけど、日にちにすると8月の31日と9月の1日1日が違うのに、あ、もう秋だったんだなっていうのを気づきます。要するにどう言えばいいけ、暦をめくって初めて、あ、8月から9月っていうけれども、そこに行くあれは毎日何分かずつ日の入りがこう早くなってきてるというのはですね、私はだいたい晩飯を食べるのは6時ぐらいなんだ。もうほとんど決まってます。早いでしょ。ほんで、要するに夏至ですよ、夏至6月の何日か、あそこに行くまではですね、車で4月まあ1月からずっとですけど、1日ごとにですね、日が長くなるっていうのは、いつもその、ご飯を食べる時ふっと外を見るとまだ明るいんです。明るい。ほんで今ですね、暑いもんだから早いつまであれを閉めてるんです、ブラインドを、ブラインドカーテンをね。ほんで飯が済んだ後にこの前ふってしたらもう暗いんです。はい。だからね、夏至から何日け20日ぐらいしか経ってないのに、太陽はもうが沈むのは何十分か早めになってるんですよね。いや、これに気づかなかったのは私だけかもしれないけど、つまりそういうことですよ。私が今まで気づかなかったのは、物事っていうのは少しずつこう変わっていく。まあ夜が長くなる、昼間が短くなる、その逆もそうなんですけども、定点観測みたいなことをしてないとですね、そのことに気づかないみたい。はい。でそれはね、どういうことかっていうと、私はほらもう77じゃないですか。だからもう77っていう感覚で見ると、もう少し、なんかな、もう人生は少ないみたいな感じがするけど、自分が、もしあと20年生きると仮定してね、10年でもいいですよ、15年でも。でその段階、それを知らずに、ああもう77やった、でももうよかか、もうこれぐらいでいいかなって、もし妥協してそのまま何もしなくなった場合ような状態で、あと10年だらだら生きるようになったら、生きるとしたら、なんで77の時まだ若かったのに、歩き取りもできたなかった、できたのに、なんであんなことをしたんだろうって思うんじゃないかなと思うんだ。だから私はね、いや分かりませんよ、あれだけども、
うちのおふくろが96だったから、まああと15年ぐらいは生きるだろうと。ほんでもう、よくほらの何け役者さんなんかが、舞台の上で死ねたら本望だみたいなことを言うじゃないですか。あれあれ最近はあの心境になりましたよ。もう年なんか関係ないって、やるだけやってね、その体力的なちょっと無理みたいだけども、この映像はね、編集はね、案外、あれは使わない、体力は使わない。でも同じ生理にいますからね、そうそう、あのエコノミー症候群あれみたいな感じになるみたいです。だからその時々それじゃ運動してね、スクワットっていうんですかね、あれなんかを加えたりしてね、行こうと思ったらね、なんか新しい自分ができたみたい。いや、あの何けジョギングとかああいうのあんましたくないんですよ。したくないんだけど、昨日おとといかな、久しぶりに歩いて近くの、ストアまで買い物に行ったんだけど、そしたらあのあれを持っていかなかったんですよ。歩きの動画の時のカメラを持っていかずに普通の状態で歩いたらね、筋肉がねちょっとねパンパンじゃないけどね、ちょっと痛みを感じるようなあれや。だからこれまでは歩き動画で、ああもうこの動画行われたりで終わるけど、まあまあそういうことです。ちょっと自分を見つめるねあれがね変わってきました。で皆さんもあの、ま、あの夕方になったらあれを見てください。一度間にかですね、秋はそこまで来てますよ。はい、ということでこの辺りでお開きになります。ありがとうございました。